どうも皆さん、サワディーカープ。今ですね、今日はここにバンコクにホテル取ったんですけど、ここが良すぎて今日ここに一泊します。いいホテル取りますんで。で、今マーママッサージ、パパもこの後やりますけれども、先にねママが30分早くやってます。これね、学生なんかがここのこの辺の土地の勉強をしに来てますね。ああやってすごいな、2組ぐらいあったんで5、60人ずつぐらいで、そこのこの場所でですね、いろいろテレビ見ながら勉強してました。いや、もう痛い、本当に痛い。こんな感じですよ皆さん。これが水上マーケットの裏です。裏はこんだけ綺麗になってます。で、ここの水上マーケットが、一番古い、この辺でですね、バンコク近郊で一番古い水上マーケットになります。あとでね、たくさん多分ちょっと昼間歩きすぎるとママもやっぱちょっと疲れてる、パパが疲れてるってことは多分相当疲れてるんで、全然元気になってもらうためにマッサージねしてね、でその後ホテル行ってシャワー浴びてさっぱりしてもらって、夜夕方から行こうと思います。あとね、明日はね、電車がこう走ってて、その横がまたマーケットになって、本当にもうスペースが30センチない感じ、そのぐらい。多分皆さんもね、本とかで映像とかでも見た時あると思うんですけど、僕もね行くの初めてです。すごい楽しみです。で、さっきオオトカゲもいましたしね、川に。 1.5 メーター以上のやつかな、結構でかいな。あんま近かったらママに危ない危ない危ないって言われたんですけど、うん、ちょっとどうしても近くで撮りたくて、下がねちょろ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 って出てました。で、あとここお土産もすごくいいのがあります。なんか置物みたいの、この地域でしか売ってない置物とか、ちっちゃいものだったらバーっていっぱい買ってみんなにね配りたいなと思いますよ。やっぱりね、この土地のここもやっぱパワースポットなんで、今こう見てください皆さん、すごい気持ちいい。やっとね、日の当たらない場所に来た。本当に暑い、タイ来て一番暑いと思いました今日が。多分ですけど、水があるんで、照り返しがずーっと歩いてるところがあるんで、結構きついな。皆さん、今日はライブしますからね、楽しみにしてください。でもちょっとね、これ一応新婚旅行みたくしてるんで、ママとの時間をね、皆さん申し訳ないんですけれども、一番にしてちょっとね、ママママっていつもね頑張ってくれてるんでね、ぎらいたいなと思います。ママ幸せでしたらね、私もね、いつも気分よく幸せでいれると思いますので、こんな感じになりました。僕もねちょっとね、そこで一休みして30分後にもう20分後かな、マッサージしてちょっと寝て、昨日もね寝たのは1時ぐらいで、朝5時40分頃起きたんで、ちょっとね寝ないとダメだな。バンコクまで本当遠い、ママ本当すごいと思います。パパが何回も変わりますって言っても、大丈夫大丈夫って言ってくれて、ライブしててって言われたんですけどね、ちょっと一緒にナビとかもねやっぱ見とかないとね、一人で勝手なことできないじゃないですか。だからその辺ね、皆さんちょっと2日間ぐらいあんまりできなかったんですけど、これでこんな感じでですね、綺麗なところですよ皆さん。後でみんないっぱい映しますからね、楽しみにしていてください。こんな感じになります。はい、いたかちゃん、ちーくん、たいそん、みんな、慶吾総裁、みんなね、いい置物あったんで、
買ってきますから、楽しみにしてくださいね。ではそれではまた後で。